さあこのジムバトル2人目の対戦相手はどのような戦略で来るか、頑張って勝利したい。ここで10番ストルトだ。おーっと、このポケモンではまずかったか。おっと、煙幕を張った。おっと、命中率がダウン。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。おっと、ステミタックル、いい当たり。あーっと、ダウン。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでユンゲラーの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。激しい攻撃、激しく当たった。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでポッポの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。いったー、決まった、効果的な当たり。あーっと、一撃で倒れてしまった。ここで試合終了。この対戦です。さあどんなバトルを見せてくれるのでありましょうか。バトルの指定に移って、激しい攻撃。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。おっと、我慢しています。さあ熱戦が続いております。ここでサイコキです。急所にヒット。あーっと、ダウン。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでニャースの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。おお、激しく当たった。さあこれは、よし、当たった。かたやまだ余裕しゃくしゃく、かたや疲れを見せております。これはどうだ。よし、おーっと、ダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでニョロドの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで10番ストルトだ。狙い的中。さあ今度は、おっと、これは外れ。さあ肩や体力的に押されている格好だ。いった、いい感じの当たり。あーっと、ガッツきたか。ここで試合終了。
ーダー霞とのバトルを迎えました。霞は水ポケモンの使い手。さあどのようなバトルを見せてくれるのでありましょうか。戦う構えに入って、ここで10番スポルトだ。おーっとポケモンの選択を誤ったか。さあ対するはよし、両者とも大健闘です。激しい攻撃、弱点をついた。あーっとダウン。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでスターリーの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。勢いのある攻撃。おーっとこのポケモンではまずかったか。おっと電磁波、おっと麻痺してしまった。さあ熱戦が続いております。両者向き合って、さあこれはおっと素早さがダウン。いったー、狙い的中。あーっと力尽きたか。残りのポケモンの数に差がついております。ここでカメツクスの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。おーっと地球に潜ったぞ。これはどうだ。おっとこれは外れ。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。おっとここでポケモンをチェンジです。ここでミュウの登場だ。さあ今度はよしヒット。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。さあここで大きなダメージ。さあこの場面でよし当たった。両者とも大健闘です。さあこれは急所にヒット。あーっとダウン。ここでステージクリア。最初の相手です。まずは神木勝利を収めたいところ。ここで10番スポルトだ。おーっとこのポケモンではまずかったか。試合開始早々いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでゴルダックの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。これはどうだ。
おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。おーっと、地球に潜ったぞ。さあ、激しいバトルです。バトルの指定に移って、ここで再起です。おっと、これは外れ。さあ、これは、よし、当たった。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。激しい攻撃、狙い的中。ここでダウンです。残りのポケモンの数に差がついております。ここで鬼スズメの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。いった、逆転をついた。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。このバトルも冷静な判断で勝利を確実にしたい。ここで自陣攻撃。おーっと、このポケモンではまずかったか。あーっと、早い、いきなりダウン。さあ、一方的なバトルになってしまうのか。ここでピカチュウの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。激しい攻撃。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。あーっと、一撃で倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。ここでエーブーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。これはどうだ。効果は抜群だ。あーっと、あっけなく倒れてしまった。ここで試合終了。